で、その被害想定をもとにですね、まあ、こんなことではないかということを少し今日は私の方でお話をさせていただこうかなと思っています。首都直下地震、一人一人の備えを急げっていうのがタイトルなんですけども、首都直下地震とはどんな地震災害かということで、じゃあお話を少しさせていただいて、後半はディスカッションというか質疑応答というか、まあ、そんなことで進めたいと思ってますが、よろしいでしょうか。はい。東日本大震災の後に、先ほど言いました2012年、13年にですね、東京都あるいは国が被害想定を改めてやったんですね。まあ、それはなぜ東日本の後やったかというと、まあ、東日本大震災で一番よく使われた言葉が想定外ということで、被害想定を各自治体も国もずっとやってきてたんですよね。その想定が全く外れたという想定外だったわけですよね。国にとっても自治体にとっても地震学者にとっても、東北地方でマグニチュード9の地震が起きるなんて想定してなかった。ただ地震学者が想定外ですって言わざるを得なくなってしまったということでありました。で、その反省に立って、まあ、次は想定外と言わないで、対応できるような備えをしなきゃいけないということから、まあ、想定外を想定するという発想が取られていたということになります。で、改めて南海トラフに対しても科学的に、起こりうる最大級の地震っていうのはどういう地震なのか、首都直下地震でも、科学的に起こりうる最大級の地震というのはどういう地震なのか、地震というのは何千年に1回とか何万年に1回とか活断層なんてのはそういう感覚で起きるわけですから、昔どんな地震が起きたかっていうのは、実は我々の人間の歴史2000年の中には多分書かれていないことがいっぱい起きるはずだと。旧約聖書にあるモーゼがエジプトを脱出して逃げるって、あれは紅海に起きた巨大地震の津波で引き潮の時にみんなが渡ったんじゃないかというような話があったりするぐらいなんですよね。アトランティス大陸が沈んだのも巨大地震によって、陥没が起きて、まあ、それで、アトランティスが落ち込んで、地中海ができたというのか、地中海が広がったっていうのか分かりませんが、まあ、そんなようなことであったりというようなことですので、科学的に起こりうる最大級っていうのが、いわゆる本当に想定外を想定するということにつながるものであると。その証はっていうと、もうその科学的な理論しかないというようなことで始まりました。で、東京の首都直下の地震でいうと、まあ、科学的に起こりうるものっていうのが3つぐらいありうると。2000年から3000年に一度ぐらい起きるマグニチュード9クラスって言っても、マグニチュード9クラスっていう言い方は、マグニチュード 8.5 以上ということなんですね。四捨五入して9になるとマグニチュード9クラス。ですから、マグニチュード 8.6 とか 8.7 とかっていうと、これは9クラスということになります。それは1603年に起きていた元禄関東地震と言われるものではないかと。で、これは歴史時代ですね。今から300年ほど前ですので、その頃の江戸にも文化があって、元禄文化があった、そういう時代ですので、結構いろいろな文書に書き物が残っていますから、まあ、そういうことから復元、どの場所がどれぐらい揺れたかなんてことが復元できる。で、それが房総半島の南側の方ですね。同じ関東地震ですから、相模湾の中央を北西南東に向かって走っているですね、海溝
深さの浅い海溝なんですけど、海の溝で、その北側が北アメリカプレート、南側がフィリピン海プレートっていう、あの地球を覆ってるバスケットボールの川みたいなものなんですね。でその南側の方で起きた地震で大きな津波が房総半島の外側に押し寄せたと言われているものです。でこれが2000年から3000年に一度ぐらいというのは、マグニチュード9クラスの8台なんだけども後半に、相当するぐらいの規模の地震だったんではないか。でこれがまあ今想定されている最大規模の地震のタイプと。で100年前、我々が私とか北谷さんとは一緒にその首都防災ウィークを始めようということで1週間、10年間やるぞって言ったのがこの関東地震で、1923年ですね。でちょうど元禄地震と関東大正地震とは220年間が空いています。でこれはマグニチュードが 8.5 未満ということで、 8.23 最大級でそれぐらいじゃないかなと。まあ、マグニチュードもいろんな計算式があるんで 0.3 ぐらいずれちゃうんですけども、計算式によっては、まあ、7.9 とか 8.2 とか3とかっていうことで、まあ、8.9 です。そうすると200年から400年に1回ぐらい起きる地震ではないかというようなことです。そして、その地震が起きる間にですね、もう少し小さいマグニチュード7クラスの、だから 6.5 以上、マグニチュード 7.4 未満という、小さな地震、まあ、しかし、内陸ということで、我々が住んでいる陸地の真下で起きる可能性が高い、かつ浅いところで起きる可能性もあるということで、その真上には激しい揺れが起き、そこにもしたくさんの人が住んでいれば、多くの被害が出る。人が住んでるってことは建物がたくさんあるということですので、被害が出るだろうと。で今私たちが言うのというよりも、みんなで課題として取り組まなきゃいけないと言ってるのが、この首都直下地震、次の関東地震が起きる前にマグニチュード7クラスの地震がいくつか起きるんじゃないか、そのうちの一番最初第1号に相当するものが30年以内に 70% くらいの確率で発生するというふうに考えられている。で首都直下地震が起きたら世界都市東京が非常に大きな被害を受けるんじゃないか、経済にも大きな影響が出るんじゃないかということで、首都直下地震は起きれば大変な地震になるぞということをずっと言ってきたわけなんですよね。しかしながら実は首都直下地震対策特別措置法っていうのを今度作るんだってこの時そう決めたんですけど、それまで、首都直下地震という名前のついた法律は全くなかったんですね。首都直下地震でも、まあ、普通の地震対策と同じように、やればいいんだというのがそれまでの法制度でした。東日本の想定外から発生して初めて首都直下地震に対する特別の取り組みをしなければいけないんではないかということで、まあ、内閣の国のお尻にも火がついて、それを制定する首都直下地震対策特別措置法という法律に基づいて、国としてどういう対策を取るのかということを検討するために首都直下地震の新たな被害想定をしようということになりました。で、科学的にはこの3つのレベルを考えたんですが、過去の地震の習いでいうと、次に起きる地震はまだ、関東大正関東地震ではなく、もちろん元禄関東地震はもっと先で、直下地震というのが
次に起きる大きな被害を及ぼす地震だろうというふうに考えられていたということです。で、今お話ししてきた相模トラフっていうのがですね、まあ、地形でいうと小田原、早川、箱根から降りてくる早川ぐらいの、その河口からずっとその沖の方に、で大島と房総半島の間を縫ってずっと東へ向かっていって、でどこで終わるかっていうと、遠く三陸200キロ沖ぐらいにある日本海溝、マグニチュード9の東日本大震災を起こした場所は、このもうちょっと画面よりもうちょっと北の方ですけれども、それがずっと下がってきてですね、南海トラフにぶつかったところから、同じ海溝なんですけども、伊豆小笠原海溝で、さらに小笠原を越えるとマリアナ海溝ということにつながっていってると。で、その左側に、西日本が乗ってるのがユーラシアプレート。これ太平洋プレートっていうのは、向こう側、反対側はどこまでかっていうと、太平洋の西海岸の手前の海の中まであります。ど真ん中にデベソのようにあるのがハワイです。ということで、海の中にある一番大きなプレートっていうのが太平洋です。で、片やこの西側にあるユーラシアプレートっていうのは、ユーラシア大陸を全部乗せてる一番重たいプレートというふうに考えられています。で、一番東の端がこの日本のにあってですね。で、西日本と東日本はどこで分かれるかっていう、これは地理学会の昔からのテーマなんですけども、この点々点々っていうところで分かれてるっていうのがよく言われてることなんですね。で、点々点々っていうのはどこかというと、フォッサマグナって皆さん聞いたことあると思いますが、駿河湾から入って富士川を遡って、諏訪湖に出て、諏訪湖から松本平を斜めに横切って、そこに五福寺断層っていう有名な断層があるんですけども、それで大町から、糸魚川へ抜ける。で、糸魚川から日本海に入って、佐渡島のちょっと東、西側を通って、間宮海峡へ向かって上がっていくと。そういう大きなユーラシアプレートの一番東側の端があると。で、中央構造線とか構造帯と言われているものですが、まあ、明治になってですね、西洋からいろんな御用学者を呼んだ、まあ、その方々がフォッサマグナという名前をつけて、たんですけれども、まあ、このユーラシアプレート、これは一番重たい陸のプレートで、ロシア、中国からヨーロッパ、でイギリス乗せて、アイスランド乗せて、アイルランド乗せて、アイスランド乗せて、大西洋のど真ん中までユーラシアプレートっていうのはつながっています。日本はこの2つの巨大プレートに挟まれたところにあってですね、大国の中にある小さな国で、まあ、常に大国の影響を受けているような同じような状況がこの地震環境的にはあってですね、太平洋プレートってのは海の厚さ分だけ、山がない分も合わせるとプレートが薄いんですよね。で、ユーラシアプレートはヒマラヤも含める日本で一番高い山が延々とあります。ヨーロッパアルプスまでそれを含めて重たい、プレートですから、ユーラシアプレートっていうのは実はほとんど今動かないと言われてるんです。ところが太平洋プレートは薄くて軽いので、一番よく活発に動くプレート。で、この太平洋プレートが東側から西に向かって日本海溝とか伊豆、小笠原海溝のあたりでだいたい1年間に15センチ前後ぐらい動いてると。1年間に15センチです。目に見たら全然動いてません、ね、
でも 1年間で15センチ動くっていうことは、100年間でどれぐらい動いてるでしょうか。15メーター動くんですよね。100メートル、100年で。だから、500年というと、その5倍、75メーター。それぐらいですね、太陽プレートに日本は、東から押し込まれてるっていうことです。で、この日本海溝のところで太平洋プレートは向きを変えて、この陸のプレートの下へ潜り込んでいきます。で、そのずっと日本っていうのは西から押されてるんですね。で、東日本大震災が500年に1回の地震だった。慶長地震以来の巨大津波を引き起こした地震だったというふうに考えられているんですが、500年というと、先ほど言いました15メートル ×5 ですから、75メートルぐらい押されていたと。で、東日本大震災が起きた後ですね、日本の国土を測っている地理院という地図を作ってる大元の役所ですが、気象衛星使って GPS も使って、陸地がどんなふうに変形したかって測るんですね。そうすると東北地方で、金華山の乗っている、なんだ、牡鹿半島ですか、あれが、50メートルから60メートルぐらい動いてると。で、震源のあったあの日本海溝の先端部はまさに75メートル前後動いて東側へ膨らんでるっていうか、元の場所へ戻ってるんですね。地震で押された分だけボーンと戻ってる。で、秋田県の男鹿半島も45センチ、1メートル弱西側へずれてる、あ、東側へ戻ってるぐらいですね。東北地方、それから北海道全体が今度の地震の後、そのエネルギーが解放されて弓がポーンと戻るようにですね、東側へ戻ったんだそうです。誰も分かってませんが、測って言わそうなんですって言われるともう信用するしかないんですけど、まさにそれぐらいの強烈な地震というのが東日本だったわけですけども、私たちの首都圏直が地震が多いと言われているのは、そういう、太平洋プレートに押されるプレッシャーと、それからそこに、北から南に向かって、ふらふらと動いている北アメリカプレートと、それから南側にフィリピン海プレートという、これも海のプレートですが、これは南から北へ向かって北米プレートの下にまた潜り込んでいる。とこの首都直下地震をものすごく深くボーリングすると、一番上が北米プレート、なんかそこに私たちは住んでるんですが、足をつけて、でそこのずっと潜っていくとフィリピン海プレートがあって、でさらにその下に太平洋プレートが東から潜り込んできている。でその下にマグマ溶岩があるっていうようなことで、非常に複雑な構造になっているもんですから、いろんなところでちょこ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 とそのバランスを崩しては身震いすると、まあ、それが大きな身震いだと大地震ですし、ちょっとした身震いですと小さな地震というようなことになっていってる。で、西日本も地震がないわけではないのですが、東日本に比べるとユーラシアプレートとフィリピン海プレートっていう、そういう単純な押し合いへし合いしかないので、フィリピン海プレートがユーラシアプレートにぶつかって、いわばまあ重量力士が大関か横綱にぶつかってるようなもんで、ガバッと下へ入っていくんですが、そういう ある意味で単純な構造でですね、地震が繰り返し割と規則正しく、フィリピン海プレートがある程度潜っていくと地震が起きるというようなことに、を繰り返してきているというふうに言えるかと思います。だから西日本でも日本海側だと
自信が全くないわけじゃなくて、結構自信あるんですけれども、全部基本的にはフィリピンカープレート運動が押し込む、そのプレッシャーによって、発生する地震です。多分ユーラシアプレートも南海トラフ地震が起きると、南側に向かって、南東に向かって少し九州、四国、紀伊半島も動くんじゃないかと思ってますけども、まあそれがいつになるかわかりません。で、今言いましたように、首都直下を真下に 切ってみるとこんなんだっていうんですね。フィリピン、北米プレートがあって、その下に南から、南海、フィリピン海プレートが入ってきて、でそこに太平洋プレートが東から押し込んできていて、でいろんなところで地震が起きますというふうに今考えられているんですけれども、まあこの時にはですね、これ東京都の被害想定の時に使われていたものということになりますけれども、浅いところほど同じマグニチュードの規模でも地表に近い分だけ揺れが、地表の揺れが大きくなりますから被害が起こりやすいということです。で、断層って言われている、よく地震が起きたら断層が見えた見えないという話もありますけれども、割と浅いところの断層っていうのは丸一番ですね、地表まで出てくるような、関東地方でいくつか発見されているのは、まあ、こういう位置のような浅いところです。深いところでも断層があってですね、丸三なんていうのも、まあ、一種の、深い深いところのプレートの中にある断層みたいなものです。で、そういうプレートがビリッと割れて、ひびが入るように起きるのが断層型地震だとすると、もう一つはこのプレートの境目。これで太平洋プレートがずっと、動画だとずっと右上から左下にこう、1年間に13センチ、15センチぐらいの速さで入ってくるんですね。すると100年間で75メートルぐらいこうずれが生じるわけです。で、いよいよその摩擦、そのずれてるところが耐えきれなくなると、ボーンと元に戻ってくる。その時に大きな地震が起きるというのが、いわゆる海溝型地震と言われているもので、このプレートの境界はほとんど海溝なんですけれども、この海溝の海の中で起きる地震というのがこういう地震なわけですね。だからすごくエネルギーが太平洋プレートの周りは溜まりやすいので、割と頻発して地震が起きているというようなことになるかと思います。で、その想定外をなくすということで、2012年から13年に国が科学的にあり得る地震、巨大地震というのを、2つ想定した。まあ、この右側が首都直下の最大級の地震、このハマグリのような形してますけれども、このハマグリの大きさが、もし動けばマグニチュード9クラスで、巨大地震になると。で、特にその先端部、ピンク色の部分が大きく動くとかなり大きな、まあ、津波が発生するだろうということが想定されているということです。で、海溝地震は海溝の先端まで起きると、もうその真上は水ですから、海水ですから、その海水を強く跳ね上げれば巨大津波が発生して、湘南地域にも数メートル、6メートル、7メートル、8メートルというような津波が押し寄せてくる。房総の外側も押し寄せてくる。内房でも立山なんかにはかなりの大きな津波が押し寄せてくるというようなことになります。実際に大正関東地震でも、東京湾の奥には大きな津波が入らなかったんですけども、千葉の内房の外側、外房には津波が発生してますし、相模湾の沿岸でも津波が発生しています。それからもう一つ、もう確実にマグニチュード9クラスになるのではないかっていうのが、この南海トラフ。
で昔はこの南海トラフを3つに分割してですね、東の方から東海地震から名古屋の沖合、紀伊半島の沖合までのところで、遠州灘から紀伊半島の沖合、豊後水道ぐらいまでって言った方がいいかな、豊後じゃない、紀伊水道って言った方がいいのかな、そこまでが東南海地震で、そこからさっき四国沖が南海地震で、さらに九州宮崎県の沖合っていうのが日向灘沖地震で、それら全部同じなんですよね。南海トラフの影響で起きるエリアなので、科学的に想定しうる最大っていうのは、これが1分2分5分10分ぐらいの差は出るかもしれませんが、バリ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 と右から左まで動いていった時が、科学的に想定される最大級の地震になるだろうというようなことが、想定されたということになりました。で、これはさっきのハマグリの形をしたですね、首都直下地震を全部抱え込むような形で、この巨大地震が起きる、これが2000年から3000年に、あるいはもっと間隔は長いかもしれません。過去にこの地震が起きたという事例があるわけではないんです。科学的に起こりうると言ってるだけなので、どれぐらいの間隔、2000年から3000年っていうのが正しく当たってるかどうかっていうのはよくわかりません。しかし、最大級はこういう地震で、特に浅いところに、わりかし、首都圏の南部の方が人が多くて、首都圏の中心ですので、この神奈川、東京を含めたところを大きな地震が襲う可能性が高いと。じゃあこの巨大地震に対して過去に起きた地震、1703年の元禄関東地震というのは、このピンク色のような形で、起きたというふうに想定されています。で、その220年後、この東側の陸に近い方だけが起きたのが大正関東地震、あと3年後に100年目を迎える大正関東地震ではないか。で、その時に、この右側、東側のですね、房総半島から沖合にかけてのところは地震を起こさなかった。だから今約300年ですね、地震を起こしていないということで、千葉県が被害想定するときに必ず出てくるのがこの房総半島南東沖地震と言われる地震なんですね。で、これが起きると房総半島の南部、特に外房でですね、大きな津波が押し寄せてくるんじゃないかというふうに考えられているということになります。で、そういう地震が過去確実に起きたと思われているのがこの2つでして、赤い丸にピンク色の棒が立ってますが、これが1703年のところが元禄関東地震で、220年後、1923年に大正関東地震で、先ほど2000年から3000年とかマグニチュード9クラスとかって言ったのは、この今の新しいマグニチュードの見方で見るとマグニチュード8.5くらいということで、いわゆるまあギリギリ四捨五入すると9になるのかなということでありますし、大正関東地震がマグニチュード 8.2 ということで、まさに8クラスの大きい方と。で、それが次に起きるのが200年から400年後ぐらいで、今から見ると100年後から300年後ぐらいまでの間にはこの関東地震という大きな地震が起きる。元禄タイプのもっと大きな海溝地震、相模湾トラフの地震ですと2000年から3000年先と。ところが、過去の地震をよく見るとですね、
元禄地震が起きる前200年あるいは150年ぐらいの間にマグニチュード7くらいの、これでいうと黒い丸と棒ですね。で、棒が長いほどマグニチュードが大きくなる。左側の6.0 から7.0、8.0、9.0、これがマグニチュードの規模を表しています。で、マグニチュード7クラスの地震が、元禄関東の前でも3回、小田原等を中心に起きていると。で、大正関東地震の前ので見るとですね、150年ぐらい、じゃない、もうちょっと前になるかな、でも、天明小田原が1782年なので、まあ、240年ぐらいですか。まあ、そこから合わせると240年ですが、しばらく地震がなくて、1850年、幕末が近づいて、嘉永とか安政から始まって、明治時代になってもいくつか地震があって、で、これがマグニチュード7クラスの地震です。場所を見ると全部内陸の人の住んでいる近くで起きます。東京湾の真ん中で起きたこともあるんですね。そして1923年の関東地震。そうすると次の地震は、大正関東地震が起きる前に水色の帯がだんだん濃くなってますよね。それは何を言いたいかというと、左側と同じようにですね、そろそろマグニチュード7クラスの地震が起きますよ。その最初の一発目が30年以内に起きる確率が 70% ぐらいなんです。70% の確率っていうのは、ものすごい高い確率ですよ。どんな一浪でも1年間打率4割に達したことはなかったんですよ。それが7割っていうわけだから、かなりもう高いと思ってくださいと。というぐらいの割合なんですね。活断層、数千年に1回起きる活断層なんていうのは、例えば阪神大震災25年前に起きたときに、野島断層をはじめとして3本ぐらいの活断層が同時に連続的に動いたと言われているんですが、今振り返ってみると30年確率で 3% ぐらいの時に野島断層は地震を起こしてしまったと言われていますから、 70% っていうのは本当に背筋が寒くなるっていう話はそういうことなんですけども、いつ起きても不思議じゃない状況にありますよ。しかもその直下地震はその最初の一発目を飛ば口に、数年で次のやつが起きる、あるいは数十年後にまた起きる、まあ、そんなことを複数回繰り返してですね、そして、200年後300年後大きな関東地震が起きる、まあ、そういう状況に、あると、まあ、考えてくださいと。まあ、そんなようなことを前提にですね、じゃあ、首都圏で起こりうる地震は何かっていうと、線が引いてあります、斜めにですね、ピンク色の線、あるいは、緑色の線、これが断層が動くという断層を前提にした地震です。で、断層に名前がついているのは過去に動いた形跡が分かっているもので、上から北から言うと関東地方北西縁断層帯、これはたくさん帯がある、熊本地震の益城町の状況のようにですね、こうザグザグザグと断層が何て言うんでしょうか、束になって割れ目が存在していると、ザグザグになっているということです。それから割と一本スルンと抜けているのが立川断層で、立川断層、今、まあ、まさに立川まで来てるんですが、最近の学説でいうとここまで来てないんじゃないかっていう話が割と地震学会の中ではされているようでして、立川断層っていうのはほとんど、立川の
近傍、関東地方の平野部まで降りてこないんじゃないか、なんて言われているようですが、まあ、ちょっとわかりません。私には聞きかじりでしかありませんので、地震学者の、はい、そんなことが議論されています。神奈川でいうと、私は神奈川の近くに、いやいや神奈川に住んでますけども、うちの近くでいうと、伊勢原断層ですね。これはいわゆる丹沢の、麓です。それから三宅、三浦半島断層帯というようなことで、ピンク色の線。あと相模灘ですとか、あるいは横浜市直下とか、あと水色で、さいたま市直下とかありますが、これは別に断層発見されてるわけじゃありません。でもまあそんなところで、あるかもねということも含めてですね、地表断層が不明瞭な地殻内の地震、断層地震と断定する、断層があって2回目が動くというよりも、もしこれが動いたら断層ができますよっていう、そういうふうに考えた方がいいと思うんです。で、あと丸になってるのがプレート境界ですね。さっきの北米プレートとフィリピン海プレートの境界っていうのは、茨城県南部のところにある2つの丸でして、割とちょっと深いところに震源がある。で、あともうプレート内で、断層かどうかではなく、まあ、そこで地震が起きるというようなことで赤の3つがありますが、これが都心、東京の都心に設定した3つ。そのうち今回、都心南部直下地震という地震が最も全体として、引き起こす被害が大きくなると、最大になるということで、中心的に被害想定をしたものということになりました。で、全部で19箇所ですね。こんなタイプの地震も起こりうる、こんなタイプの地震も起こりうるということで、東京湾北部ですとか、あるいはいわゆる首都圏の主要都市として横浜、川崎、千葉、埼玉というかつて業務各都市と言っていた主要都市の直下で地震が起きたらどうなるだろう。それから、まあ、空の、拠点になる成田空港とか羽田空港の直下で地震が起きたらどうなるだろう。それから東日本大震災の時に、まあ、コンビナートで火災を起こした唯一のコンビナートが市原市にあったんですが、その市原市直下の地震ということで、これは湾岸に展開する、コンビナートの直下で起きたらどうなるかという代表として市川市なんて市原市というようなところも想定したりしていたということになります。で、全部で19の地震のタイプでいうと4タイプぐらいなんですけれども、場所を変えたんですね。手品じゃないので地震の想定ですから手を変えっていうわけにいかなくて場所変えるんですね。場を変えることでその土地利用の状況が変わりますから被害が変わってしまう。か地盤の状況が変わると揺れ方も変わってしまうということで、それぞれさっきのこれで示した19の地震についてですね、もしそこで、想定した地震が起きたらどんなふうに揺れるのかということを想定しました。で、上3つが一番被害が大きくなるだろうと設定した東京23区の都心南部東部西部ということで、まあ、場所的に言うとこれは何の意味もありませんが、場所的に言うと都心南部っていうのは大体その地震の中心が品川区大田区あたりのイメージから、都心東部というと中央区、台東区、江東区ぐらいのイメージで、西部っていうのは、まあ、新宿ぐらいのイメージというようなことで、想定してみています。からあと19いくつこういうふうに、設定しました。
で、この図で同じマグニチュード7クラスの地震でも起きる場所によって地盤に差が出ますから、揺れ方もだいぶ違うんだなっていうのは色の具合でよくわかるかと思いますけども、ちょっと小さい図で恐縮ですが、例えばこの断層のやつで見ると真ん中の一番右側にあるですね、15番、関東地方、関東平野北西縁断層帯の地震というのを見ると、真ん中に3つぐらい、赤い丸がちょこちょこ丸っていうか点点点とあると思うんですよ。真っ赤赤い色のやつが。これが震度7です。で、茶色が震度6強。で、黄色が震度6弱。で、黄緑が震度5強。で、濃い水色が震度5弱で、被害が建物等に被害が発生するとすれば、おそらく黄色い範囲の中、震度6弱以上のエリア、もうちょっと被害が集中してるねっていうのは震度6強のエリアというふうに、見ていただけるといいかなと。だからこの茶色いところがどこに出るかによって被害に大きな差が出る。で、今回この都心南部、東部、西部ってのはほとんど実は差がないんですけど、この都心南部の方が、千代田区、港区というところに被害が出るということで、中枢、経済の中枢、政治の中枢に、まあ、最も大きな影響を与える地震ということから、政府は詳しくこの地震についてもし、実際に起きたとしたらどういう被害になるのかということを想定しましたということです。で、 NHK も含めてですね、首都直下地震という話すると必ずこの都心南部直下地震が出るんですが、次起きる地震がこれですということは誰も言ってません。マスコミが勝手に使っているだけでありまして、次起きる地震はどれか分かりません。これも19以外の地震が起きる可能性の方が高いです。だってどこで起きるか分かんないんですから。で、そうするとじゃあ私たちはどうやって備えたらいいのということですよね。皆さんも住んでる場所、首都圏に住んでる人も住んでる場所が違う。だからそれぞれの町の直下で地震が起きたら、私の住んでいるところはどれぐらい最大揺れるのということを知らせておくということが大事なんじゃないかということで、さっきの19の地震の、この19でいうと一番強く揺れたやつを採用しますということで全体に色を塗り替えるんですね。でも19じゃ足りないので、その間は同じような地盤だったら同じように揺れるよねということを想定していくとこんなになっちゃうんですね。これ一つの地震で首都圏全部が震度6強、しかも下町の揺れやすい地盤のところでは震度7になるてな地震が起きると考えてはいけないんだと思います。もしこういう地震が起きるとしたら、それはさっきのマグニチュード9クラスと想定したあのハマグリ型の地震が本当に起きたら、平野、関東平野の平たい部分の大部分が震度6強で揺れるかもしれません。もう首都直下地震は全域こんな風に揺れることは絶対ないんですね。しかし、これを示すことによって、私の住んでいるところが最大どれぐらい揺れるのかということを確かめてください。これで見ると、多分首都圏に住んでいる皆さん、あるいは首都圏に住んでいない皆さんも、首都圏の知り合い、ご親戚の住んでいる場所、まず震度6強、茶色ですね。場合によったら震度7になるかもしれないと、赤いところ。黄色いところ、震度6弱。お猿さんか鹿さんのいるところしか震度6弱じゃないんですね。平野の平らなところっていうのがほとんどそういう揺れになる。それが
それぞれが首都直下地震の備えをする前提なんです。首都圏のどこでも震度6強程度の強い揺れとなる可能性があります。これが私は一番大事なもので、被害想定を公表するときにもぜひこれをしっかりと説明してほしいと。私はその場には出ませんでした、出られませんでしたから、お願いしてこれを作ってもらったんだから、明日の新聞の一面は首都圏どこで震度6強が起きるかわからないっていう見出しで記事を書いてもらうようにしてくださいと言ったんだけど、そうはいかなかったんですね。都心南部直下地震のこの絵が出ちゃったんですね。私はなんでこれがダメだって言ったかっていうと、今でも時々あるんですけど、茨城県南部の人が、ああ、首都直下地震東京大変ね。うちの方はそれほどでもないから、まあ何かあったら助けられるかもねって言うんですね。違いますって。あなたのところもいつどうなるかわかりませんよって。確率は同じなんですよっていうことなんですよね。で、なんでこれをじゃあ詳しく被害想定したかというと、さっき言いました。これは、港区千代田区に震度6強の強い揺れをもたらして、経済の中枢にも行政の中枢にも、最も強い、影響を与える地震であると。かつ建物の被害その他を含めて、南側に震度6強がたくさん出てるんですけれども、足し算すると建物被害とも最も大きくなる地震ということで、とりあえずこれを詳しく被害想定をし、それに対する対策を考えて、その対策を実践するためにですね、首都直下地震対策特別措置法という法律を作ろうと。で、その法律に基づいて各自治体にも、あるいは首都圏に住む一人一人の皆さんにも防災対策にしっかりと取り組んでもらおうと。そんなことがですね、想定されたということでした。で、ちょっとここから急ぎますけれども、これ被害想定した時のですので、2011年、あるいは2010年の頃、今から10年前ですね、の状況で、埼玉、千葉、東京、東京区部から神奈川、まあ、4都県が、まあ、一番被害が集中する場所なんですけど、それ以外も含めてですが、4都県で見ると建物が約900万棟、そのうち670万棟が、木造、木造以外の建物が230万棟ということでありまして、木造がまだまだたくさんあると。まだまだという言い方おかしいんですが、やっぱり日本の気候風土でいうと木造がいいということでしょうか。ただ最近 の木造の家は気密性が良すぎて日本の気候風土に合ってると私は思わないですけどね。冬寒いぐらいの隙間風が通る家であれば、夏隙間風で、密集が密閉が緩和されてですね、過ごしやすくなる。ところが今のスウェーデンハウスを代表とするメーカーさんの家は、もうガラスも二重構造であったり、気密性が非常に高くてですね、冷暖房空調24時間365日という木造なんで、あんまり日本の気候風土に合ってるとは思われない。昔の日本の木造とは随分風情が変わってしまったなっていう気がします。が、まあそれでもやっぱり660、70万棟ぐらいが木造です。もちろん棟数ですから、住んでる人でいうと非木造のに住んでる人はもっと多くなりますけどね。マンションその他全部非木造ですから。で、人口でいうと1都4県で、まあ、3500万人ぐらいですね。3600万人ぐらい。まあ、昼間も夜もあまり変わりません。つまり首都圏の就業活動
というのは4都県で1都3県で、ほぼ一体化して行われているというのが分かるかと思います。でそこにまあ震度7っていうのは全体で、ほんのわずかだけ、あるんですけれども、圧倒的に多いのは6強6弱というようなことで、まあどれぐらいの建物が震度6強のところにあるのか、あるいは人口でいうとどれぐらいの人が震度6強のところに住んでいるのか、さっきの茶色いところに住んでいる人を建物の数は集計したっていうのがこういうものになります。で結構震度6強7の強い揺れのところにも当然、建物も多くて人も多いんだということがわかるかと思います。でそこにある建物について、まあ、被害想定って一番最初にやるのは揺れでどれぐらい壊れるかということですけども、こういうですね、過去の地震で何年頃経った、これは木造なんですけども、木造の建物、何年頃に経った建物がどれぐらい全壊したか、で横軸が、震度、揺れの強さですね、震度60、5.5、右側が 6.57。 先ほどの震度6強っていうのはどういうものかというと、震度 6.0 から 6.5 の間というのが6強です。6弱っていうのは 6.5 以上になると四捨五入して7ですから震度7になります。で逆に、震度四捨五入して6になる、つまり 5.5 から6未満というのが6弱で、5強というのは 5.5 未満ということですので、だいたい震度6強以上で、大きく被害が発生する。で建築建物っていうのは日本の場合は建築基準法という法律に従って建てられますので、その建築基準には特に木造も含めてですけども、鉄筋コンクリート造の建物等で、耐震基準、地震に対してどれぐらい強い建物かという基準が設定されていますが、地震で大きな被害が出るたびに強化されてきました。で、結果的にですね、10年ごとに地震の耐震基準というのが強化されてきているということで、その基準に従って区切りをつけたっていうのがこのグラフです。だから1962年以前が赤いもの、一番、全壊率が高く出てくるっていうので、グラフとしては一番上にあります。で、その次が1963年から71年までの間に建てられた建物。3番目の茶色い丸というのが1972年から1980年までの間に建てられたもの。で、その次の黄緑色っていうのが1981年から89年の間に建てられた建物。ここに、ギャップがありますよね。差が。これが実はよく地震の時に言われる耐震基準で、新しい耐震基準。現在も使われている耐震基準なんですが、新耐震基準。これが1981年の6月から使われるようになったんですね。昭和でいうと昭和56年です。で、その新しい基準以降のものになると、この81年以降緑色、90年代だと紫色、2000年代だと一番右側の右下の水色、こういうふうに、震度 6.5、6強の一番強い。奈良の境目でもですね、全壊率が 15、6% 未満で済むんです。そういうふうに、建物が年代によって差がありますから、被害想定というのは、その地域にいつ建った建物がどれぐらいあるかというデータと、その場所はどれぐらい揺れるのかということから、この割合で掛け算して、足し算していくと、それぞれの場所の建物の被害の数というのが推計されてくるということになります。
最も建物がいっぱい密集しているところほど被害が多くなりますので、いわゆる木造住宅が密集した場所、これは単に揺れだけではなくて、その後火災が発生すると火災によって燃え広がるという可能性もあると。でこれ、阪神淡路大震災が起きた25年前にやっぱり東京の防災都市づくり、ネジ巻き直さなきゃいけないということで、その頃東京のその防災都市づくりを計画を全面改定して新しい震災町づくりを進めようということで作ったっていうか行った調査の中のデータです。ちょっと25年前なのですが、基本的に今も構造は変わっていません。分布は変わっていないんですが、その時に、明らかになったのが、東京というのは都心部、副都心を囲んでぐるりと古い木造住宅が密集した市街地で取り囲まれているという状況。左下に黄色い絵を載せておきました。真ん中の緑色が皇居です。ちょっと拡大しているように見えますが、この黄色い部分が97年前の関東大震災で燃えてしまった当時の東京の市街地の大部分です。これを右上にスーッとスライドして持っていくと、今真っ白になっているところです。つまり今や木造がほとんどなくてビル化が進んでいるエリア、これが100年前、約97年前はですね、木造密集した市街地で地震の後火災が発生して、その火災によって、焼け尽くされると。東京だけで、7万人を超える人がその火災の中で死んでいったという場所ということになります。でその後、帝都復興事業ということで国営で、東京の都心部を復興で新しく都市計画で作り変えました。それが現在の千代田区、中央区、台東区、江東区の西側半分というような場所で、今でも日本の経済の中心であり、行政の中心であり、司法の中心でもあると。まあ、特に経済の中心というのがこの場所なんですね。だからこの100年前の関東地震の後にできた市街地が、実は次の直下地震で大きな被害を受けるんではないか。なぜそういう密集市街地になっちゃったかというと、もう一言で言うと、当時、使えるお金、技術を全部使って都心部を復興するのにお金と技術を使いました。で道路もちゃんと整備してビルを建てる、それも耐震性のあるコンクリートのビルを作るということを進めました。でそれが今も都心部をになっているんですね。でもたくさんそういう建設事業もあり、一旦田舎へ避難した人も戻ってきます。その人たちがどこへ住んだかというと、この復興事業をやる都市づくりをしている周りにみんな住み始めたんですね。もちろん土地持ってる人は限られてますが、その人たちが畑に小屋を建てると、もう建て出す前から私に貸してくださいということで借り手が出てくるということで、長屋がどんどん建てられ、しかもその農道のまま、まあ、畑に目いっぱい、小屋を建てるというような形で、都市計画とか町づくりの計画とかを全くしないままですね、建物だけがどん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 建っていってしまったということで出来上がったのが、この木造密集市街地。空襲でかなり焼けたところもあるんですが、その後も戦後のどさくさで元のまま家が建て戻されてしまってですね、まあ、現在でもそういう木造の密集した市街地ということになっているということです。で、そういう構造があるもんですから、この首都直下地震の被害想定でも、じゃあ、あの震度6強あるいは6弱の揺れでどこにどれぐらいの被害が出るのか、こ
これは建物の揺れによる被害ですね。さっきの震度6強が出た下町定地の部分と、武蔵野でいうと中央線より南側ですね。中央線より北側のところは震度分布で震度5強でしたので、水色、ちょっと被害が少なく、黄緑色がないという意味でちょっと目立ってますけれども、少し震度が低い分だけ被害が減っているということになります。でこれがその後、地震の揺れの後火災が発生して、消し損ねるとどれぐらい燃えるかということを想定したものです。途中で消えることにしてしまいましたが、燃え続けさせると本当に燃え続けてしまうんですけれども、これも先ほどの木造密集市街地のパターン、このパターンが再現されているっていうのは、やっぱり火災で燃えるのは木造住宅であるということで、ありまして、東京のその23区の周辺区が、まあ、火災によってかなり焼失してしまう可能性があるというようなことがそう。で、これ全壊と全焼を合わせて図を示すとこんな風になってですね、都心のかつて関東大震災では丸焼けになって、その後区画整理で道路を整備してビル化が進んだという都心部は、少し被害が出ますけれども、それを取り囲む市街地に、被害が集中的に発生するのではないかということが、まあ、想定されている。まあ、想定、私たち、まあ、都市計画とか、まちづくりをやってる人から見ると、まあ、そうなるんだろうなと思ってたことがそうなったっていうふうに証明されているということになります。で、この絵で、これ250メートルメッシュって書いてある、250メートル×250メートルのこう正方形。この、東京のこの周辺区部の密集市街地ってのはどれぐらい建物があるか、木造の多いところですと250メートルメッシュというと 6.25 かな、ヘクタールなんですけれども、1ヘクタールあたりだいたい70棟前後あるんですね。で、そうすると6、1、4、12、450棟から500棟ぐらいの木造住宅が、この一つの250メートル四方の中にある。で、そのうちの紫色は100棟以上。だから火災ですから、まあ400棟、500棟全部燃えちゃいましたというようなところが、発生するということを想定しているということになります。これがその被害想定の数字なんですけども、地震の揺れによって首都圏全体です約17万5000棟全壊する、さらに、下町の定地とか川の近くというような昔田んぼだったような場所ですね、水田だったような場所は、泥のとか砂の土壌が地盤が残っているということで液状化、揺れた時にシャーベット状に泥水が噴き出す、そういうことで家が大きく傾いてしまうという液状化による全壊が2万2000棟、裏山に崖があるとか古い崖で擁壁もないんだというようなところで崖が崩れて家が壊れる、まあ、これが1100棟ぐらい、合わせると約20万棟ですね。から火災による被害、これは、火災というもの自体が季節、寒い冬か暑い夏かで使っているエネルギーの数が違う。から、風が強い日か風がない弱い日ない日かによって燃え広がり方が違う。阪神大震災は冬の朝5時46分、まだほとんどの人が寝ているというですね、暖房は電気の暖房を使っていたでしょうけれども、まだ台所に火が入ってないと。から風は、まあ、当時の気象台でいうと風速3メートル、風が非常に弱かったということで、阪神大震災のパターンでいうと4万9000棟燃えるということで済む。しかし冬の木枯らしが吹いているような風の強い時で、
しかも夕方、暖房、食事の用意、飲食店その他も、仕込みの最盛期というところで地震が起きると、出火点も多くなってですね、41万2千棟燃えると。簡単に言うと20万棟全壊、その後の火災で40万棟ほど燃えてしまう。合わせて60万棟ぐらいが建物が全損するというような、まあ、被害想定がなされたということです。あとブロック塀の転倒ですとか、自販機の転倒ですとか、あるいは、看板が落ちる、その他の落下物ですとか。建物の都道府県別に見ると、やっぱり都心南部直下が震源ですので、区部が、まあ、建物数も多いんですが、約全体の半分ですね、半分強を東京都で持ってる。23区で約30万棟。でも神奈川県で13万2千ですね。東日本大震災の全壊、津波による全壊流出、12万2千棟ぐらいですから、神奈川県のこの想定の方が、東日本全体の住宅の建物の破壊数より、棟数でいうと多くなるというぐらいの規模になります。で埼玉、千葉等々です。1都3県に、まあ、全体のほとんどが集中するというような想定になっています。人的被害ですと、これはちょっと足し算が難しいんですが、一番、建物の揺れによる壊れによって人が亡くなるパターンというのが阪神大震災と同じ冬の深夜。まあ、冬じゃなくてもいいんです。深夜。皆さんお家に帰って寝てる時間帯に災害が起きるのが水害でも、そうですし、地震でも一番家で人が死ぬ。関東地震の時に、全部で10万5千人人が死んだ。東京では7万人強死んだ。その大部分が火災だったというふうに97年前の関東地震では言われているんですけども、それで言うと、この右下のですね、冬の夕方、火災によって、最大1万6000人ぐらい人が亡くなるかもしれない。この時ですと家の中で寝てる人少ないんですね。まあそれで6400人。ただ全体足し算すると最大で2万3000人ぐらい。じゃあ1万6000人、つまり死者数の火災のところで、1万6000人から、8900人から1万6000人。この差、約7000人。この7000人はどこで死ぬかっていうと、実は家の中じゃなくて、逃げ遅れて、路上で、あるいは小さい広場へ逃げたんだけど、周りに火が囲まれて、で、そこで焼け死んでしまうと。まあ、そういう逃げ惑いって言葉を、使ったんですけれども、その関東大震災の時に、今の横浜町公園のある陸軍の被服廠、軍服作ってた工場跡の広場にたくさんの人が、3万人を超える人が避難をして逃げ込んだんですが、その周りに、火に取り囲まれてですね、持ち込んだ、避難者が持ち込んだ荷物にも火がついて、で火災旋風が起きて、ほとんどの人がそこで命を落とす、3万人以上の人が死んでしまったんですが、そういう建物の中に閉じ込められて火災に遭うんじゃなくて、路上で火災に遭って死んでしまう。それを逃げ遅れる、逃げ惑うということで、初めてそんな被害想定をやってしたんですが、場合によると逃げ遅れると7000人ぐらいの人が、逃げ遅れますよ。あ、路上で命を落とすことにもなりますよということを示しています。から負傷者が最大で12万3000人ということです。コロナウイルスで、医療崩壊がうんぬんかんぬんって言ってますが、その数ってのは今、病院治療中っていうのも、全国で、1万2000人ぐらいですかね、今ね、2、3000人。一時7、8000人切るぐらいまで、6000人台ぐらいまで減ったんですけど、
また増えてきてますが、1万2千人ぐらいです。これ、負傷者12万3千人がかなり一瞬に近く発生してしまうと、もう多分そこでもう医療崩壊になってるんじゃないかと。感染症ではないので、その目に見えない恐怖はないのですが、重症者を含めると治療は間に合わないかもしれないというような状況がこの数字の向こう側にあると。から逃げ惑いというところで NHK がしつこく言ったのが火災旋風の話だったんですね。確かに映像になるということだったんですが、起きないということは言えません。起きるということも言えません。じゃあ起きるんですねって。いや、起きる、必ず起きるんではない。起きる可能性は大いにあります。ということで、じゃあ、というんで、ああいう映像になってしまったんですが、まあ、旋風が起きるかどうかの前に、取り囲まれてしまうという、逃げ場を失ってしまうということが最大の課題ということだと思うんですね。もうだいぶ時間になっちゃったから、早くやめなきゃいけないですね。じゃあ、先行きます。まあ、それで人的被害ですけれども、やっぱり死者数は東京が全体の約半分ということで、あと、建物被害の順番と同じで、神奈川、埼玉、千葉というような順番になります。からエレベーターに閉じ込められるというようなことで、まあ、最近の新しいエレベーターというのは、地震の揺れを感じると、その最寄り階まで動いて、そこで止まって、ドアが開いて、さあ出てくださいという状態で止まるんですね。ですけども、古いタイプのエレベーター、古いタイプ、ビルが古くて、まあ、エレベーター新しく取り替えてれば、閉じ込みが起きにくいんですけども、起きたいんですけれども、古いままのエレベーターですと、揺れたところで作動して止まってしまうと、階の途中だとドアが開きませんので、エレベーターへの閉じ込めっていうのが発生してしまうという意味です。で、マンションですと朝の通勤時間というか、急いでみんなエレベーターで降りるところで地震が起きると一番、閉じ込めが多くなるし、オフィスビルですとランチタイムで、さあ弁当買いに行こうとか、さあ飯食いに行こうっていうことでエレベーター満員。確かにそうなんですけども、そこで起きると一番たくさんの閉じ込みが起きるというようなことになっています。で、それ以外に、ドアで、マンションでドアが開かなくなるから始まって、揺れその他で被害を受けた建物に閉じ込められる人っていうのも相当数発生するだろうというようなことが、まあ、想定されているということです。あと、ライフライン。まあ、これも揺れによる影響を受けるということで、直後、1日後ぐらいを見ていただくといいんですが、例えば水道ですと、まあ、3割、30% ぐらいが断水しますよということですね。だから震度6強の強いところですと、その場合6割とか、もっと、まあ、ほぼ全域に近いところで断水が起きる可能性が、これ全体でですからね。下水はまあそれほど大きな影響は受けない。電気ですけれども、直後で約半分停電になりますと。1週間後でも停電はすぐには直せません。1ヶ月後だとかなり回復しますということになります。これ電力供給率ですので 100% に戻るっていうのは回復するということになります。それから、固定電話。これは約半数が止まってしまいます。これは火災で通信線が切れるということもあるんですが、同時に家が壊れて、電気が使えなくなる。家が壊れるときに通信線をちぎって引っ張って切断させて使えなくなる。まあそんなこと。電話が落っこちて壊れるっていうのもあると思います。今回初めてやったのが携帯電話でして、携帯電話は直後よりも翌日1日後の方が、たくさん使えなくなると。これは実は携帯電話が使えても、アンテナで受けた携帯電話の電信、電波をですね、
通信線で中継局まで持ってって、そこで電圧かけて増波して相手のいるところまで送るんですが、その中継局、基地局の非常電源が停電でダウンしてしまうと、今非常電源の持ち時間短いということでですね、翌日まで24時間非常電源が回らないということでしたので、この停波基地局率ということなんですが、あの欄外に書いてあるんですね。そんなことで、翌日の方が電話も使う。使いにくくなるというような状況が想定されました。ほど全体としての量は減るんですが、まあ、やっぱり震度の大きいところか液状化の起きやすいところというのが、被害を受けやすくなっているということになっているかと思います。あと道路、鉄道、港湾施設、これが実は港湾施設っていうのは250って言われてピンとこないので、これ東京湾岸の港湾施設のどれぐらいの 割合になるんですかって聞きました。約半数ですということですので、まあ、半分のバース、あの岸壁がですね、貨物船とかコンテナ船が着岸できなくなるということは、かなり物流、物の受け入れが難しくなるというようなことになりますので、結構物不足が発生する可能性もあると。それから、これは木造密集市街地の分布そのものなんですが、道路に建物が倒れたり、火災が発生したり、まあ、いろんな原因で道路が閉塞して、通行できなくなるという割合なんですけれども、赤いところは、まあ、あんまり、すいすいと避難をしたり、通り抜けたりすることが難しくなるということです。道路っていうのは交差点から交差点までを道路1って考えるので、この閉塞率 25% っていうことは、四つ角に立つと、自分が通ってきた四つ角は通れました。と残り3つですよね、選択肢。そのうちの1つ、つまり3つのうちの1つが必ず通れなくなってますよ、ということを示しているのが、この閉塞率30とか 25% という意味です。4分の1。ですから、場合によるとぐるぐるぐるっと回ったらまた元の場所へ戻っちゃいましたみたいなことになりかねない。ですから、先ほどの逃げ惑いっていうのも、火災で行けなくてぐるっと横へそれて、また横へそれて、元へ戻りましたっていうことは、そこに取り囲まれているというようなことになってしまうということでもあるんですね。から帰宅困難者というようなことも集計して、まあ、最大800万人。避難者も、避難所へ避難する人、避難所外に避難する人。この調査の時はコロナをやってたわけではないんですけれども、分散避難でした、結構。1週間目は割とやっぱり避難所行くんですが、2週間目になると全体も増えるんですけど、避難所以外に避難する縁故避難、というようなのが非常に多くなるということですが、これ避難所だけ見ても実は今までの災害事例から言うともう桁が違うんですね。180万人とか290万人とか、とてももう避難所足りませんし、これだけが避難所を押し付けに押しかけるともう3密の極極まりりみたいな話になってしまう、実は数なんですね。だからもう本当にコロナっていうのは大都市では本当に大変だなと思っているところです。さて、こんな被害どうやって減らすんだいっていう話なんですけれども、今回の被害想定では、みんなが家を耐震化したらどうなるのっていうことで、やりました。つまり建物の被害を減らすっていうのは行政のやる仕事ではないんですよね。私の家を耐震化するのは私がなけなしの金を使ってどこまでやったらいいんだろうって考えて何かをやる、必要があったらやる。みんなさんの家も皆さんが必要があったら耐震化を改修をする。そういうことをしない限り、家が守れない。
被害が減らない。つまり被害を減らすのは私たち一人一人なんですよね。で、最大の備えが家を守る、家が地震の後使える状態になってるかどうか、避難所へ行かないで住めるかどうかということが最大の備え。1日や2日じゃできませんので、一人一人の備えはもう今から急いでやらない、やっとかなきゃいけないよ。まあ、それがこのミラクルテレビで首都直下地震のっていう話になった時に私の、思い込んだですね、テーマであったわけです。で、もしみんながやれば、まあ、東京は全国よりも不燃化率、耐震化率高いんですが、全国、つまり神奈川、埼玉、千葉、その他も東京都も全部 100% 耐震化率が、新耐震基準を満たせば、17万5千棟の全壊が2万7千棟まで、1万1千人の圧死者が1500人まで減らせますよ、ということでした。から火災ですね。火災も火を出さない。燃えにくくするということです。で、火災の原因は今電気が約半分と言われています。で、その電気をから火がだを出さないために感震ブレーカーといってですね、地震の揺れを感じたら数分間待って、あるいは直接なすぐにですね、ブレーカーを落としてまず電気を切ってしまうと。真っ暗闇になっちゃいますから、照明器具その他を必ず用意しておかないといけないんですが、ただ電気を切ることによって我が家から火事を出さない、出火を防止する。みんながそれをやったら火事が半分減りますよ。それは阪神大震災も、火災の約半数が、電気だったという統計がありますし、東日本大震災でも330件火災が発生してるんですけど、津波被災地から出ている火災も含めてどうも電気らしいというのが半分強なんですね。だからみんなが感震ブレーカーをつければ火災が半分減る。でも残りは火災、電気以外の火災ですから、これは初期消火、火元に近い人が頑張るしかない。で、消火器を用意して火事だって叫ぶっていうことを訓練でやるんですけど、あれは助けてくれよっていう意味なんですよね。火を消しに来てくれよとか、自分を落ち着かせるっていうことで大声を出しなさいっていう訓練やるんですけども、で、みんなが消火器持って駆けつけてきて火が消せればという、初期消火ができれば、そのためには家の中、家具を補強して家の中がもう歩けない、動けない状態にしちゃいけませんから、その家具の固定をして火を消す、そういう活動がすぐできるように安全空間を確保しておく。まあ、それによって43万棟の全焼を2万1千棟までですね、20分の1まで減らすことができるということであります。これも一人一人が減災の取り組みをすることによって火災を消すことができる。で、結局災害の被害を減らすっていうのはもう我々一人一人にかかってるんですね。で、みんながこういう被害を、縮めることをすれば全体の被害も減っていくということになります。ちょっともう時間があれだったんで、首都直下特別措置法の話は飛ばします。で、この間からお話している直接関連死もですね、自宅が守れる、自宅を失うことで命を落とす、この2つともですね、自宅があれば、自宅が壊れなければ免れるしなんですよね。だから耐震化が地震の時の一番基本なんですけど、まずは建物の耐震化。1981年の古い、以前ですね、から古い基準で作られた建物を耐震化する。これは名古屋の川端さんがずっとこの取り組みをいかに推進するかをやられていて、四国の高知県でですね、黒潮町っていう例の32メートルの津波が来ると想定された黒潮町で今、津波の前に耐震化しないと
まず逃げることすらできないぜということで、耐震化が非常な熱意でですね、進んでいる。そこでの秘訣みたいなことを研究されていますので、いずれ、川端さんにしっかりとお話をしてもらおうと思っています。が、それだけではなくて、まあ、総合耐震化って、もうすべてが、地震に強くなるっていうのは耐震化なんですよね。心の耐震化も含めてですね、ライフラインも耐震化、私たちの心も耐震化で、揺れて怯えないっていう心を持てるかどうかということでもあるかと思います。つまりハード、ソフト、なんか耐震化っていうと建物を強くするみたいなハードだけみたいに思いますけど、ソフトで準備をしておく。地震いつ来ても打ち壊れない。備蓄がちゃんと使える。食料1週間分ある。飲み水も大丈夫。電気もバッテリーある。というふうになっていくとですね、ソフトの耐震化で、地震を余裕を持って迎え撃つということもできる。で、基本は地震は前もって予測ができませんので、事前にやっとかないといけない。まあ、事前耐震化ですね。事後の耐震化っていうのは生き延びた人にのみできることです。つまり、被災して、少しでも被災して復旧復興するときに、やっぱり家具は固定しとかなきゃいかんねと言って固定をするとか。あるいは今度は窓も割れない、こんな被害が大きくならないような家を建てようということで、より耐震性のある家を考える。そういうのが、まあ、地震の時は被災後の耐震化です。生きてないとできないのも被災後、事後の耐震化ですね。死んでしまったらそこでジエンドになってしまいます。で、まあ、技、技、技と体と心っていうことですね、心技体ということなんですけども、心の耐震化っていうのは、まあ、まさにいろいろやって余裕を持つ、自分がやるしかないと、自助で頑張ろうという心を持つということがまず耐震化の基本だと思うんですね。で、必要な技と体を作っていく。ハードっていうのはどっちかというと耐震空間。地震でも生き延びて活用できる空間を作る。助け合いから始まって家族でみんなで役割分担をするということも含めた、そのノウハウという言葉で言われるような、まあ、技ですね。知恵でもいいかもしれませんが、まあ、そういうものをみんなで工夫していく。一人一人が工夫していくっていうことが大事だろうと思っています。で、行政っていうのはもうあくまでも、公助と言いますけれども、支援でしかありません。被害が実際にどうなるか、自分の命をどう守るかっていうことに対して公助ができるのは支援です。さっき小川さんがおっしゃって、狛江市からベスト借りるようになりましたから、皆さんベストを使ってみましょう。まさにお貸しします。有効活用してくださいが公助なんです。それを使って自分の身を守るのが自助です。それを使って誰かを助けてあげるのが共助なんですよね。まさに自分が立ち上がらない限り、耐震ということができないんだということです。もうみんなが一人一人やれば全体で5割、あるいは全部がやれば9割、さっきですね。で、耐震化も今2つあって、従来はこの茶色法ですね、新耐震基準以前のものを強化しようというふうに言ってきたんですが、最近はこの右側が問題になっててですね、木造の住宅です。木造の住宅について言えば、2000年以前、1980年、90年代に建てた建物、まあ、そろそろちょっとリフォームとかですね、外装をやり替えようかとかって言ってるお家が増えてきてますよね。築30年経ちますからね。そうすると、その時に、ぜひ耐震診断してみてください。2000年以降の建物に対して1980年代、90年代というのは、まだ少し甘いところが木造の建て方にあったと。
2000年にしっかりとこういうふうに作るんだよって国が指針を出したんですね。だからそれに対して、耐震改修していく。少し今自治体がですね、まだ多くではないですけれども、この2000年改修にも少し控除の支援をしましょうということに取り組み始めた自治体が出てきました。増えつつあります。だからぜひですね、2000年もリフォームに合わせてちょっと耐震性をチェックしてみようという80年代90年代に建てたお家の方はですね、行政も一緒にちょっと調べといて、なんか少し控除があるかもしれません。まずそういうところからですね、家を壊さない、そのことがまた火災を出さないということにもつながって、で、国全体の国難を救うのも我々一人一人の方にかかってるんですよね。被害が半分に減れば国難がそうでもないということになるかもしれないというようなことです。だから最も重要なのはもう一人一人各人の取り組みですということです。揺れから身を守る、遅れて発生する市街地火災から、命を守る、家族を守る、適切な早め早めの避難ですね。火を見る、近くに火が見える前に避難しましょう。火を見ずの避難って言ってます。それから自動車っていうのは利用しちゃいけません。移動手段ではありません。ただ自動車は残れば非常に有益な道具になります。巨大なバッテリーにもなり、情報収集の道具にもなります。高圧いと車の中に入るとクーラーが効きます。プライバシーの確保もできます。それ道具として、自動車を利用する。それから、まあ、活動でいうと通勤困難あるいは帰宅困難、そういう問題もありますが、まあ、これは生き延びてからです。まず 1,2 ですね。命を守ることを各人が取り組むことが大事なんじゃないかなと思っています。で、結局誰がやるのかって自分が一人一人が立ち上がるしかありません。という意味で自助が基本なんですが、自助で、余力が出る人が町の中に多数いれば、隣の人に手を差し伸べる数が増えますので、そこに初めて共助っていうのが可能になる。自助が共助を可能にする。町の全員が自助に取り組んで、自分の被害軽減に取り組んでいる町こそ、災害に強いですね。共助ができる町。共助ってのは自助の塊なんじゃないかなと思います。自助共助で頑張るということを共助が有効に支援してくれる。行政側から見ると、自助共助で工事をぜひ有効に使ってくださいという立場になるんではないかなと思います。さて終わりにということなんですが、起きてないことを想像しないといけない。背筋が寒くなったかならないかは分かりませんが、私は一生懸命喋ってたので朝を忘れましたけど、想像力、イマジネーションですね。で、我が家がどうなるんだろう。我が家庭が巻き込まれたらどうなるんだろう。それにどう対応したらいいんだろう。これまでコロナ、そして障害を持たれている方の防災っていう話から入っちゃった、応用編から入っちゃったんですけど、つまり一人一人どういう状況になるかにかなり差がある。それをしっかりと想像するのは、その家族、皆さん一人一人だし、それに最もふさわしい対策を考え、工夫するのも皆さんが基本ですから、まあ、そういう意味でこの2つの想像力をですね、ぜひ活用して生き延びていく、一人一人の備えを急がないといけない。まあ、災害というのは想定外をなくすためにも悲観的に想像する。厳しく想像して、一つ対策をすれば楽観的に、一つの対策を楽観的に工夫することでですね、実施すれば、やっぱり一つ、助かる方に近づいていくんですよね。こういうことを、しっかりと続けていただくことでですね、一人一人の備えが
展開できればいいなと思っています。お話を伺った結果感じたこと、繁華街の火事や起こさない対策、風速の影響、木造の強度は強くなっている、落下物直下の周りの地域は揺れによる建物崩壊の注意、ブレーカーをすぐ落とす、そこまで分かりましたが、やはり火災が一番、強化必要ですね。うちにはないですが、石油ストーブを使っているところもまだあると思います。今年は耐震化以前に相次ぐ台風、大雨で修理が間に合ってない家もあるようです。そうですね。まさにその通りだと思います。ブレーカーの件ですが、感震ブレーカーは忘れてもブレーカーを落としてくれるという装置です。逆に、ブレーカーによって、なんていうか、過敏なブレーカーですと、そこまでひどい揺れじゃないのに、ブレーカーが作動してしまうこともあるので、周りは停電してないのに、うちだけ停電したっていうんで、そういう事態も起こるので、必ず先言ったように照明器具を持っておいていただきたいことと、例えば、障害とか介護、心身の状態で、常に酸素吸入とか、こういう呼吸機能補助とか、そういうものを必要とする人は、電気落ちると大変ですので、まあ、電気を落とさないようにするということで、いろんな方法があります。一つは分電盤方式といってですね、家の系統をこの部屋とこの部屋はこのブレーカー、この部屋とこの部屋はこのブレーカーって分散させるんですね。で、この部屋は落とさない。他は落とすようにします。まあ、そういう設定ができる分電盤方式もありますし、あとめんどくさいんですけど、コンセントが揺れを感じてピーンと、プラグを弾き出すっていう感震コンセントっていうのもあってですね、家全体は普通にしとくんだけども、なんていうか、停電になって大丈夫というところは、その感震コンセントで全部プラグを飛び出させて、停電状態を作り出す。だけど、どうしてもベッドに寝て、その呼吸器、その他、電気の補助が必要なところは、検知すると。ただ、地域全体が停電になったら、ちょっとバッテリーにチェンジしないとダメになりますけども、そういうこともできますし、あと、なかなか感震ブレーカーまだまだ普及していないので、国も東京消防庁も普及をしようっては言ってるんですけど、一番重要なのは、避難した後に誰もいなくなった家から火が出るっていうのが阪神で一番多かったんですね。だから、最初言われていたのは、避難で家を離れるときはブレーカーを下ろしましょうと、落としましょう。だからブレーカーを落として避難をするということを習慣づけておけばですね、とりあえずブレーカーがなくても留守宅から火が出ないということにつながりますので、ただブレーカーって手の届かないぐらいのところにあるケースとか多いので、いつもだと踏み台持ってきてやるんだ。それができないとしたら、もしタイプによるんですが、紐をぶら下げてて、その紐を引っ張ったらブレーカーが落ちるような、ちょっと古いタイプですと、紐を1本ぶら下げとくだけで、椅子がなくてもすぐバチンと切ってドア、玄関から出られるということになります。分電盤で横にこうスイッチをオンオフするやつだと、ちょっと紐ではできないので、やっぱりもし家を建てるとか、大幅改装するときには、もう子供もいないし、もうちょっと低いところへつけてくださいということで、分電盤の位置を下げてもらってですね、ブレーカーの位置。で、椅子がなしでもできるようにするというようなことも、できないことではないんですよね。あれ、子供がいたずらしたりということを防止するために高くしているだけであって、電気屋だって低い方が作業しやすいんだよね。脚立なくったっていいんだから。だから今は電気がものすごく便利なもので、ガスがなくても電気で調理もできるんだけども、
逆に言うと、その今の地震火災、阪神以降なんですけども、電気が原因で出火が起きるっていうことが分かってきてですね。でもしお一人様の場合はですね、旅行に行ってたり仕事に出てる最中に地震が来て、お家になかなか帰れないうちに家から火が出ちゃったっていうことが起こりうるんです、ね、ですよね。だからそういう場合には、東京で一人単身者が多い東京ではですね、私はやっぱり火災報知器じゃなくて、感震ブレーカーがあると、留守宅から火が出ないということがですね。で、なんで留守宅から出るかっていうと、今の家電製品って全部待ち受け方式なので、全部電気圧通じてるんですよね。だからどこで何かがあってもすぐ全部で火災につながってしまう。だから旅行中でも我が家からは電気火災は出ないという安心感を持つことができるということにもつながると思います。だから普通火災の時の避難というのは、風が吹いてると風上風下があって、風上から風下に煙が来るんですけども、とそれの90度横へ逃げるんですね。まず風下風上ではなくて風横に逃げて、それから風上の方へ逃げると絶対火にまかれないっていうのが普通の時なんです。ただ地震火災っていうのは、東京でいうと100、200っていう火災がほとんど同時的にどん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 発生しますので、一つの火事の風下は次の火事の風上になるんですね。逆に言うと、風上へ逃げればいいって、風上へ逃げても隣の火災の風下に当たるので、本当に早め早めに火を見ないで避難するっていうのが求められているのは、風上風下がないんです。風横もないんです。だからいち早く広い、燃えない場所に避難してもらわないと、いつ取り巻くが囲まれてしまうか分かりませんよということを言っているので、まだまだ煙があの辺で上がってるから、まだまだうちの近くまで来ないわと思ってるうちに、ポーンと近くで火が出たり、あって言ってる間にポンポンポンと出て行こうと思ってた公園に行けなくなってしまうなんてことが起こりうるというのが、シミュレーションの結果ですので、火災が発生してますということが分かったらですね、やっぱりできれば早め早めに避難場所へ避難する。で、東京23区にお住まいの人には、この場所、あなたの住んでいる何々区何丁目何番地は、あなたたちの避難場所はここそこそこですと、どこどこですと、そういう指定がされています。基本的にその指定の場所を知っといてください。これは東京都のホームページから、火災避難っていうことで検索すると出るかな。避難場所って言って検索すると出ると思います。全部で今、213箇所ぐらいかな。210箇所ちょっと指定してます。ただ、千代田区全域とか、そういう都心の本当にビル街のところは、ビル火災が出ても燃え広がらないということで、地区内残留地区って言ってですね、その地域に留まってください。その地域の安全なところで、安全を確保して留まってください。ということが指定されている地区が、都心部、副都心部含めてかなり広がってきています。で、そこには火災の時の避難場所は指定されていません。例えば、千代田区だと北の丸公園とか日比谷公園とか皇居前広場あるんですけど、そこはもう昔は避難場所だったんですが、今はもう避難場所指定じゃありません。行く場所がなくなったら帰宅困難者はまずそこへ行ってくださいという、帰宅困難者一時滞在場所になってます、今は。なんかご質問とかありますか？あと8分ぐらい。
じゃあ一言だけいいですか。はい。私もこの番組というかミラクルテレビに参加してから、防災意識がすごく高まって、もういろんなもの揃えて、うん、もう今バッチリなんですけども、見てこの番組に参加してなかったら知らないこととか用意してないことだらけだったんですよ。で今私はタケさんがおっしゃるように東京に住んでるとやっぱり火災が一番怖いですね、うんうん、で、まあ、我が家は火災を起こさないようにしてても、うん、隣近所全然その防災に、別に防災訓練があるわけでもないですし、うん、何にもしてない人がほとんどじゃないかと思ってるね、うん、私の友達もそうですね、多分何もしてない人がほとんど、うんうんうん、そうすると、うちだけ火事を起こさなくても、いろんなところからみんな火事が起きて、うん、もうやっぱり逃げ惑って死んでしまうような事態が起きるので、うん、どうしたらいいかと思って、やはり定期的にも行政の方から、もうポスティングでいいんですけどね、こういうこと、あなたの住んでるところは火災が一番危険が来、はい、るからということで、監視ブレーカーでもいいし、その逃げるときにはブレーカーを落とすとか、うん、まあ、消火器は、うん、3台ぐらい持って近所で火災が起きたときには、うん、駆けつけて消火するとかね、まあ、私の住んでるところは多分そういうのが必要ですし、例えば川のそばだったら、まあ、洪水じゃなくて氾濫でね、水害に遭うことが、心配ですし、崖のそば、山崩れが起きるようなところだとやっぱしそういうのが心配だからって、もう地域地域で危ないところはもう大体あなたのところはここって決まって分かってるので、もう そういうのを本当定期的にね、まあ、1年に1回でもいいんですよ。私今世田谷に20年住んでるけど、そういうこういうとこ気をつけましょうなんてチラシ1回も来たことないですから、そういうの1年に1回でも、まあ一部はねこの引っ越しが多いですけども、それが、各家庭にまかれるだけでも随分違うんじゃないかななんて、うん、感じながら。なるほど、はい、各家庭にあなた防災点検してますかっていうのを、ね、やると。それでもやったかどうかっていうのはどうすればいいですかね。友達同士だったらけど、私の近所だって知らない人たちたくさん住んでますからね、うん、だけど、まあ、しつこく書いてれば、うん、ちょっと気になるかな。ポスティングしてなんかこうお知らせみたいなのでこう入れる。そう、まあ、世田谷区だと世田谷区からとかね、ちゃんと怪しい文書じゃないってことでね、うん、なるほど、黄色い紙にしたりね、うんうん、1年に1回でも、本当半年に1回でもあったら、うん、みんなそのうち、ああうるさいなと思いながら、でも気をつけなきゃって思うんじゃないかな、うん、それだけでも、うん、私一人で頑張ってたって、周りが全然やってなかったら、意味がないなと。そう。まあ、意味がないとも言えるけど、大いに意味があるんですよ。みんなが一人一人、周りはやってないと思いつつ、みんなが一人一人やれば、はって気がついたら、いや、実は、あなたもやってんのとかいう、そういう状況が作られることが大事なんだよね。そういうのがいいですけどね。なんか全体主義的に、はいって言って、どっかが、右って言ったらみんなが右向くっていう社会ではないので、うん、なかなか難しいことではあるけど、でも公助としてやるべきこととして、やっぱり年に1回9月1日でもいいけど、それに間に合わせてこんなことやってますかっていうアンケートじゃないんだけど、チェックリストみたいなのを配ってやってみてくださいと。いいですよね。ということで、やった人はやりましたっていうハガキを出してくださいとか言ってそうするとどれぐらいやってるかなっていうのは行政でも反応が見れるから、ね、そういう意味ではやってみる価値があるかも ね、はい、うん、と思いました。はい、今度世田谷区ね、機会があると思いますから言ってみます。うん、あ、そんなこと言ったってお金かかんないよって言われそうだけど、世田谷で何か今ね、8月24日までにね、アンケートが来てるんです、候補紙で、はいはい、防災のその計画に対してあなたはどういう考えがありますかとか。でそれは何の計画？防災計画ですね。防災計画、水害と地震と、はいはい、来てるんですよ。中林さんにお送りしますけど、はいはい、24日までだから、はい、それ書いておきます。はい、パッコメですね。だから書いてください。はいですね。はい、はい、そういうことをしっかりと毎年やってくださいよっていう。そうですね、私も忘れないからって言って書いてくれる、書いていただくことがいいかもね。ですね。いいというか、はい。
区民の方からそういう意見があったっていうことは行政はやりやすいんだよね。そうですよね。あ、先生だけチャットに今松山さんという方から入って、はいはい、最後にしましょうかね。はい、松山さんにお話聞きましょうか。あ、はい、はい、松山さん。はい、どうもお久しぶりです。はい、お久しぶりです。あの、自分あの技術者なんで、はい、あの前の話で想定外っていう話が非常に多くて、はいはい、想定外は許されないっていう話が非常に多かったので、はいはい、それすごい技術者としてはそれはないんじゃないのっていう、はい、だからあのやっぱり物作るにしないにしてもやっぱりある程度想定してこれぐらいって限度つけて物ってできてるんですよね、うん、何でも、うん、そうですね、うん、だから想定外は許されないっていうそういう議論はちょっと無茶だなってい う,、うん、いう風な、多分無茶を承知で言ってるんだと思いますけどね、うん、あと、うん、先ほどあの水害とか地震とかっていう話の、うん、まあ自分はあの地盤系なので、うん、あの水害なんか起きるとこみんな決まってるんですよ大体、はい、で液状化するとこも決まってるんですよ、はい、で前の時あの広島 の, あの地滑りの時はあの指定してエリアじゃないところも地滑り起きたんですよ、うんうん、であの後にそれまで以前は地滑りエリアって指定しないでくれっていうのが多かったんですよ。そうですね、うん、地価が下がるとかね。そうそう地価が下がるし、今あの都内なんかでもあの水害のマップとかできてて、ここは水害に遭いやすいっていうのは今は公表されてるんですね。そうですね。なんで前はダメだったんですよ、うん、同じように水害、まあ、あのハザードマップはもう水防法も変わったんで、うん、ねばならないになったんですね。そうですね。今度さらに住宅取引法も改正されて、うん、重要説明事項になりそうですよ。なりそうですよね、うん、だからなかなかね、 あなたの住んでるとこは水害あります、液状化しますよって、うん、なんて言うんだろう、自分でできることはいいんですよ、うん、いろんな面で監視ブレーカーつけたりとか、うん、そういうふうなものは広報する必要があるし、個人の努力でなんとかなるんだけど、うん、要するに液状化とかそういうふうなものを広報す、あんたとこはこうなんだからダメですよみたいなことは、うん、結構辛いと思うんですよね。そうですね。だからね、ダメですよじゃないんですよ、うん、こういうことが起きる場所なんだから、そのことを十分想像して想定して対策考えてね、避難するんだったらそういう事態になる前に早めに水害であれば避難してくださいねっていうことをお願いするっていうことだと思うんですよね、うん、つまりそこに住み続けてそこが安全なようにしろっていうことを言ってるわけではないはずなんですよね。あ、そうですね、うん、なかなか そこら辺は難しいと思うんですよね、で水害だと例えば家建て替えるんだったらじゃあちょっと高くしたら大丈夫ぐらいかもしれないよっていうことであれば、一回ピロティにして、少し高くして後ろの人の日陰にも入らせてあげなきゃいけないけども、そういうようなことで若干工夫ができるとか、うん、そもそもハザードマップっていうのはすでに住んでる人に見せるというのはそういうことぐらいしか、注意喚起しかないんですよね。これからお家を買おうとか、家を土地を買って家を建てようっていう人に、その土地はこういう土地ですよって、それでもあなた家建てるんですねっていうことをちゃんと十分理解してもらおうっていうのが、その不動産取引のその重要説明事項に入れるっていうことなんで、住んでる人にダメ押しをするっていうことではないんですよね。逆に住んでる人にはその注意喚起によってできることはやってください、でもでき不動産を守ることができないんであれば身を守るような備え、準備、対応をしてくださいっていうことを喚起してるっていうことだと思うんですよね。ああ、まあそうですね、うん、想定外を想定するっていうのはなかなか難しいんですけど、逆に
あなたはどれぐらい想像してるのっていうことを聞きたいわけですよね。ああ、はい。どれぐらい想像してるのっていうコミュニケーションができると、いや、ここはこうハザードマップでこうなんだから、床下じゃなくて床上のもうちょっと上まで来る可能性があるって言ってるよって知ってるのっていうのが、っていうことが想定外を知るっていう、想定外を想定することにつながっていくんだろうと思うので、うん、全くその起こりもしないことを想定しろとかっていう話ではなくて、だから本当はあなたにとってでこれは想定外なんですかっていうことを、リスクコミュニケーションとして話し合う、そこからあなたのための対策を考えてみるっていう立場変えれば、私の想定だったらここにはこんなことは起きないって思っていたんだけど、それでいいですか、いや、あなたのところもこういうことが起きるんですよ、じゃあどうしたらいいのっていうことを考えておくということが想定外を、つまり A さんの想定外、B さんの想定外違うわけですよ、全部、うん、そこをいかにこう少しずつステップバイステップで、クリアしていくかっていうのが、一人一人が想定外に、備えるということにつながって、それが結果として防災のレベルを上げていくことが今求められていることなんじゃないかなって私は思ってるんですけどね。はい、うん、まあ要するに想定、同じ想定外でも全然なんて言うんだろう、まあハザードマップに書いてるこれぐらいは知ってるのが最低限で、まあそこら辺でなんとか対応し、でもそれより上があるっていうこともあるっていうことを知っておけば可能性として広がるっていうことですかね。そうですね、うん、いやー、こんなことになるとは思わなかったけどなっちゃったんだねっていう コメントになるのか、こんなことはありえないっていう、もうそこから先は言葉がありませんになっちゃうのか、その微妙な差っていうのが命を救うことにつながるとすれば、ひょっとしたらあるのかなと。だから想定外を許さないっていうのは、逆に言うと、その、控除側が使う言葉なんですよね。その、何かをこう支援して助けなきゃいけない立場の人が、いや、想定外でしたっていう言い訳で助けられませんでしたということに しないようにしようで。我々一人一人が、想定外は許されないっていうことではなくて、我々には想定外はあるけれども、それがどの程度かっていうことを、ちゃんと自覚するっていうのが我々の想定外問題だ。行政側としては想定外をなるべくなくすという意味で、誰もが想定外だから、あ、これは想定外だから何もできなくて当然だではないだろうっていうことじゃないかと思うんですけど、だったんじゃないかと思うんですね。だいぶでも最近変わってきてると思いますけど、あの東日本の後は、内閣府とか防災会議の議論でも想定外って言葉が飛び交いましたからね。次は想定外とは言わないようにしようっていうのが、そういう気持ちの表れではあったかなと思うんですよね、うん、すいません、はい、ちょっと、はい、もうお時間があれなんでしょうけど、はい、一言、はい、今私あの長野から参加してるんですけれども、はい、あの去年千曲川が氾濫した時も、はいはい、あの長野にいたんですね、はい、でそうしまして、あの全村避難とかそういう情報が入ってきてびっくりしたんですけれど、あの停電になっちゃうとテレビも見えないし、本当に、はい、あの情報が入ってこないっていうことで、うん、やっぱバッテリーっていうのが必要だなってすごく思ったんです、うん、で、あの後から考えると、あの車が、うん、あのハイブリッドだったんで、うん、そこで見れたんですけど、うん、その時は全然あのそのあれが分からなくって、うん、あのスマホも充電ができませんよね、うん、ですからあの主人のと交代で使いながら、うん、あの情報収集をしたんですけれども、ハイブリッドに入れば充電車のバッテリーでよかったんですけど、だからなんかやっぱバッテリーっていうのもすごく大事かなと思って、ね、情報が入ってこないとわからないんですよね、はい、本当そうです、はい、バッテリーは柴本さんが頑張って、はい、あ、持ってらっしゃいます？そう2つ買ったのね。ああ、
すごい、この際一つの高いものよりちょっと安い二つ買った方がいいんじゃないって感じ。そうなんですか。言った方がいいですよ、すぐに。でね、あ、ぜひ私も買いたいと思いながら買ってないんですが。そう、あ、ね、お母さんも持ってらっしゃるけど。すごい。でこれが、ね、本当だ。あ、みんなちゃんと持ってらっしゃるんですね。この番組を見て買って。でもうこれ今日も確かめて、あ、バッテリーの、ね、充電が減ってないなと思って、なくなってたら、普段充電はあのコンセントでしとくわけですか？できるんですよ、ここから。あ、そうですか。あ、もうずっと、ありがとうございます。今度私も買っときます。買いたい。アマゾンみたい。本当に全然じゃないですけど。ありがとうございます。やっぱバッテリーがすごい必要だなと思いましたんで、パソコンがね、ありがとうございます。スマホとか使えないと、うん、買ってください。こっち1枚、はい、ありがとうございます。稲垣さんのハイブリッドにはコンセントついてます？え、ついてます。じゃあもう車に近いあれ乗せといてコンセントつないどけば充電できてますか、うん、走ってる間に。そうですね。それを全然忘れてましてね、車が で充電できるとか、はい、そういうことを忘れてて、はい、あのすごく心配しながらスマホを半分ずつ使ってたんですけど、だからガソリンが半分になったら必ず満タンにしとく、常に満タンにしとく。そうですね、はいはい。気をつけます。ありがとうございました。これ家庭用蓄電池っていうんですよ。家庭用小型蓄電池っていうの。あ、はい、家庭用蓄電池ですね。ありがとうございます。結構いろんな種類があるみたいですから、ね、そう、中国製。あ、そうですか、はい、これはネットで検索するといろいろ出ますから、選ぶのに迷うぐらい。迷うぐらいあります。よく調べます。はい、はい、ありがとうございました。はい、はい、じゃあそろそろいいでしょうか。